吉田拓郎ラジオでないと。吉田拓郎です。世の中はというか日本中あるいはもう地球上がサッカーでね、残念ながら惜しくもベスト16ということでしたけども、まあとにかくあれですよ、直前にね監督交代とかですね、もうこう新監督の西野さんはねほとんど時間はなかったわけですから、そういうことを含めて当時そのまあ前監督の頃はいろいろ選手たちのなんか噂によると、噂の域を出すなんていうんですかね、超えていられてませんけども、結局噂としては選手たちの不満もいっぱいあったとか、いろんなものが流れニュースが流れてましたので、そういう状況でワールドカップに行くことを考えれば、監督が変わってですね、短い時間でしたが西野監督の采配で、まあとにかくいろんなことありましたね。特に残り10分をどうするんだっていう有名なね、日本も攻めない、相手のポーランドでしたっけも攻めてこない、お客さんは何やってんだって言ってブーブー言いながら帰ってしまうっていう試合もありましたが、それでもそこでその西野監督が決断したというか、この決断というのはこれ何でしょうね。これ本当にこの決断がどうのこうのって、もう次の日の一日中テレビ番組がみんなワイワイワイ言ってましたが、まあそれによって決勝トーナメントに進んだじゃないかっていうことでしたね。そして決勝トーナメントの試合がまたとても、ジャパンがですねいい試合を見せてくれて、乾のゴールやそれから、原口のゴールがあったりしてですね、盛り上がりましたです。で、まあ試合残念ながら負けましたけども、なんかどっか納得がいって、これも決勝トーナメントに行けたからじゃないかっていうね見方もできるし、僕は、今回のワールドカップとてもスリリングで楽しくて面白くて、そういう例えばですよ、前回のブラジル大会の時なんかね、全然面白くなかったんだからはっきり言うけど、本当に。それでね、前回のブラジル大会の時はね、その前の、大会が始まるワールドカップの前のね、前哨戦っていうかその練習試合みたいな時はすっげえ強かったわけ、ジャパンが。だからこれはもしかしたらベスト8は軽くいくんじゃないなんて思ってたら、ゴロ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 負けるはなの弱いの。悪いけどさ。だからすげえがっかりした思いがあったんだけど、今回はなんかもしかしてもしかしてってずっと思わせてくれただけでも良かったな。で、選手たちは本当になんかよく頑張って、くれてたなと思って、みんな日本代表の選手たち偉かったなと思います。で、僕は今回の日本チームのですね、中で試合に出れなかったね、選手たちが何人かいたわけですね。例えばゴールキーパーのね、東口とか中村とか、あるいは遠藤とかね、大島とか出れなかった人、何人か試合に出れなかった人いるんですけども、東口っていうね、ガンバ大阪のゴールキーパー。僕はかねて、ガンバ大阪を応援してるわけじゃないんですが、このキーパー、東口っていうのは、割と、気に入ってるゴールキーパーなんですけども、もう個人的にはね、東口を先発で使ってほしいなとか思ってた、のはあったんですが、出番はなかったですけどもね、東口がその影になり、日向になりね、そのチームの中で、みんなを応援し、チームを応援し、盛り上げて、黙々と汗を流していたっていうニュースを、ネットで知りまして。だから、本当かどうか知りませんけど、知りまして、ちょっと涙が出そうになってですね、東口っていいな。なんかね、そういうふうに黙々とみんなが頑張ってくれたんだなっていう感じがありましたですけどもね。まあ、これだけどさ、4年に一度っていうわけだ、次4年後だから、俺すげえ年取っちゃうから、2年に一度ぐらいやってくんねえかな、ワールドカップっていうのね。4年に一度じゃなくて、もっとやってもらっても僕はいいような気がするんですけどね。待てない、次まで。なんかな、気分的にね。さて、吉田拓郎が、本当に心にずっと願っていた、
強くこれを希望していたアルバム、こういうのができたらいいと思ってた夢のような、自分で言うのもなんですが本当に夢のようなアルバムが実現して、そして、皆さん、マスタリングという作業も全部完了し、ジャケットも出来上がりました。ジャケットとても僕気に入ってます。可愛いですよ。イラストですけどもね、とてもね、当時の僕が自宅で、こう自宅いわゆるデモテープを作ってる雰囲気が出ていてですね、とても可愛い、いいイラストです。これ気に入ってます。で、曲順もマスタリングも全部、デモテープもからフロム T の方も全部やりました。自宅の、例えばデモテープの方を言いますとですね、デモテープはまあ自宅でやった音ですから、いわゆるスタジオで録音したものみたいにね、綺麗なサウンドではありませんけども、音質なんかも決してそんなに素晴らしくクリアで良いとは言えませんが、逆にそこがホットな感じでですね、そこで目の前でその音が出てくるスピーカーのそこ目つむると、そこで僕がギター弾きながら、曲によってピアノを弾いたりしながら、ギターを弾きながら歌ってる、そこで歌ってる。で、ボーカルなんかにもなるべくエコーとかをかけてませんので、自宅のそのデモテープが、なんか目の前でライブを歌ってるっていう感じに、ね、聞こえるぐらいね、デモテープのこの15曲でしたか。いいんですよ。実にね、我ながら自画自賛っていうことよりも、本当にいいんだ。このデモテープ集なんてアルバムにつけるなんて、こんな企画を考える。しかもこんなことを実行するなんて、できるなんて思ってもみなかったからね。ああ、本当にね、これが皆さんの手元に届くようになる時が来るなんて考えてないですよ。まあ70年代の初期にですね、通信販売の零細弱小レコード会社から、僕のデビューが始まったわけですけどもね、今日まで、ひたすらに音楽をやってきましたけども、こういうアルバム From T というアルバム3枚組が、まあイベントだと僕は思ってるんですが、こういうイベントを実現できてですね、なんかもう夢のような気分で今おりますが、フロム T の2枚組の方、いわゆるこれもベスト版というやつではないですからね。世に言うところのベスト版、読みのいろんな方もベスト版出されますが、まあ僕のなんかでもね、僕の本意ではないベスト版がたくさん世の中には出ていたりするわけですけども、ですから僕は個人的に自分がベスト版というのを選んだ覚えは全くなくて、各社が、それはまあ各社の思いでベスト版をこれまで出されているわけですが、今回のもベスト版というニュアンスではないですが、いわゆる、まあ、僕が常日頃、前ラジオでも言ってますが、常日頃愛してやまない曲たちが、選ばれて入ってるんですけどもね、それを皆さんに紹介して、まあ、皆さん一緒にいかがでしょう、聞いてみませんかとお誘いしてるというアルバムなんですけども、皆さん、ラジオを聞いている皆さんもですね、含めて、趣味嗜好というのはね、趣味嗜好というのは、まあ、みんな違うもんですから、だから選曲、僕が選んだこの選曲には、異論が出ると思うんですよ。やっぱ俺だったらとか、私だったらこういう曲選ばないわ、俺はこういうの選ばないなっていう人も出てくるとは思うんです。それは人間ですから。音楽はね、好き嫌いです。これは断言します。だから好き嫌いがあると思いますんで、皆さんの考えているものとは多少違ったりすることがあるかもしれません。異論が出るかもしれませんが、まあ、このアルバムでは僕の個人的な思いというのを通させてもらいました。まあ、曲目については、フロム T の方の2枚組の方は、この4社協力のやつは、曲順、曲目に関しては発売まで言わないということになっているわけです。ただし、ABEX の方からは、タクロウさんがラジオでボロボロ喋ってしまうんだったら、それはしょうがないと。
いう、話があって、そうだ、俺、ほら、黙ってらんない人間だからさ、ついついなんか言っちゃうんだよね、っていうことから言うと、一曲だけ言おうか。例えばね、春だったねが入ってるんですが、春だったねは、ライブ73ではないんです。これは、元気ですというアルバムの方の春だったねを選びました。なぜそれを選んだかっていうと、あのライブ73の春だったねの時、あれは例えばパックインミュージックという TBS の番組をやってる頃に、そこに送ってきた、田口さんという人からの詩を見て、あ、これなんかすっ飛んでて面白いなと思って、なんか、ライナーノーツとかにね、書きましたけどもね、読んでもらえばわかりますが、これなんかちょっとボブ・ディランみたいに知ってみたいなとか思った思い出があって、そして、レコーディングではですね、松任谷正隆に、たてれ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 れん、たてぃてぃれ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 てれれっていうフレーズを口で言って、これオルガンで弾いてくんないとか言って。で、松任谷にオルガンで弾いてもらったっていう思い出があって、まあ、そういう、なんかいろんなレコーディングの雰囲気とか風景とか、そういうものが頭からこう消えないんで、そっちの春だったねを入れたんです。まあ、ちょっと真似してみるけどさ、僕を忘れた頃に君を忘れられない、そんな僕の手紙がつく、この曇りガラスの窓を叩いて君の時計を止めてみたい、ああこのなんて言うんだろう、まあ、ボブ・ディランをすっごい真似してるっていうか意識してる、この、歌い方ね。あの歌い方の吉田拓郎が確立された、春だったねなんだな、あれが。あの辺から吉田拓郎の歌い方はこうだっていう感じが、自分でも、これでいこうっていうふうに思った、その一曲だったんで、ライブ73を選ぼうかな悩みましたが、これは元気ですの方。選んで入れました。これまあ、こうやって毎週こうやって言ってると、俺は結局みんな喋っちゃうんじゃないかとか。なんか、怖いな、番組やめようかな。番組そろそろやめた方が、番組発売、アルバム発売まで番組ちょっと中止しようかなと思ってる吉田拓郎のラジオでないと。本当にね、黙ってらんないからね、性格的にね、言っちゃうんだ、自分の気持ちっていうか、そのね。だ、とりあえず今日一曲ばらしたから、そんなこと言ってると、ちょっと、まあ、番組の後半でもまたばらそうかな、と思ったりして、なんだよ、ABEX の人が、全然拓郎さん意味ないじゃないですか、とか言われる可能性がありますけどね。さて、皆さんからいろんなメールがたくさん来ていますんで、この後紹介します。吉田拓郎です。一人で喋ってます。日本放送吉田拓郎ラジオでないと。先日ね、ミュージシャンの石川貴彦とね、話をしました。彼は2、3年前に、ちょっと倒れたんですけどもね。そしていろいろ不自由な生活を送ってるんですが。貴彦にと電話してですね、いろいろなこう会話はなかなか難しいんですけども、僕が一方的にいろいろ喋ってですね、貴彦またマンドリンフラマン弾けよとか、またお前あれだよ、俺のギターやんなきゃダメだよとかいろいろ話したら、おーおーおお拓郎って言ってたような気がするんだけど、笑ってました、はははははって言って元気そうに笑ってました。嬉しかったです。みんな、頑張って元気にやってほしいなと、思いますけどもね。さて、足利市の主婦、ひろこ。毎日暑いですが、拓郎さんのラジオから元気をいただいております。
フロムティーを予約しました。もうね、予約しました。8月29日がとても楽しみです。そして、ツアーも心待ちにしております。ね。もうそろそろこのみんなもツアーはどうなるんだとか、ね、人の気持ちも知らないでとか、人の忙しさも知らないで、人の体調も知らないでね。人の気も知らないで、そんな歌はなかった。今作ったんだけどさ。そのツアーをね、とにかくね、今言えることはっていうか、すぐ言うんだ、こうやって。だから、気をつけろって言えることはね。まあ、とにかく日程と、ね、日程と、それからバンドのね、ミュージシャンのスケジュール、こいつらがって言っちゃうよ。こいつら、忙しいんだ、とにかくもう、カースケも何もみんないろんな人のね、ツアーとかレコーディングとかやってっから、まあそういうのを集めてる僕もあれなんだけど、だけどそいつらが一番今の僕にとってみると、よく僕の音楽を理解してくれて、こう、リハーサルとか一緒にやっていて、とても楽しい雰囲気でやれる仲間なので、彼らとやりたいんだけど、もう僕、そのバンドのミュージシャンのスケジュールがまあ大変な人ばっかりで、その上、会場がなかなかこう、空いてない。まあ、いろんな事情があるらしいんですが、まあ、オリンピックとかも影響してるらしくて、会場がいろんな人がイベントに使うんで混んでる。で、まあ、そういう中でですね、日程をこう、組んだりするのがなかなか難しいんですけども、ほら、吉田拓郎さんは、あんまりこう、なんていうの、何泊もホテルに泊まってとかいうの、好きじゃないからやらないっていう人だからさ、ごめんよ。だからさ、だから、なんちゅうの、パって、行きたいわけ。行きたい歌う場所にね。でも、今回は、とにかく今考えてるのは、9カ所ぐらいだっけ？もしかしたら9カ所ぐらいは行くかな。9カ所つってごらんよ。ほぼ全国ツアーだよ、俺にとって。主要六大都市とかいう言葉が昔あったけど、9カ所もあったら全国ツアーだよ。9本ぐらいはどうなんだっていう話では前提に進めてるんだけどさ、今日程をもう少しミュージシャンとね、会場の日程とかをうまくね、パパーってやりたいじゃない。2ヶ月、せいぜい3ヶ月弱ぐらいでね、まあ半年も1年もずる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 ツアーやってる人もいるけどさ、誰とは言わんけど、そういうのできないんだもん、吉田くんは。ごめんよ。それから、これは宇都宮に住んでるケンジ、54歳。私は拓郎さんと違って、口下手で、どういう意味なんだよ。拓郎さんと違って私は口下手で、吉田拓郎ってのはじゃあ、口上手っていう言葉あるの？ないか。それ、神さんや女性を上手に褒めることができません。ね。まあ確かに俺は、そういう、うまいっていうふうに思ったことはないけど、口達者っちゃ達者だね。僕ってね。どう？どうも。誰に聞いてんだよ。ねえ、達者だよね。達者かな。先日、神さんに、今日のメイクは自然な感じでいいね、と褒めたところ、神さんが、どうせいつも厚化粧ですよ。悪かったわね、と。どうせ私はいつも厚化粧ですよ。悪かったわね、と逆に切れてしまいました。裏面出ちゃったね。ケンジ。神さんのメイクなどはどうやって褒めりゃいいんでしょうねっていうね。まあ、これは、今日のメイクは自然な感じでいいねっていうその言葉が多分、不自然な感じだったんだろうな。だから、日常会話の中で、君は奥さんにそのメイクのことなんかをあまりこう普段からこう口にしてない。ね。で、今日のメイクは自然な感じでいいねっていう、そういうことをなんか日常を使ってないんじゃないのかな。だからそういうのを、こう、改まってこう褒めたりすると、やっぱ奥さんとしてもね、なんか、なんていうの、取ってつけたような感じだっていうんで、切れちゃったりする。だからまあ、改まって褒めるっていうか、あ、いいね、ぐらいかな。
どうかな、それも、ああ、いいね。自分で俺、今、ああ、いいね。これダメかな、ああ、いいね。あの言い方が難しいかな。あ、いいね。おかしい。あ、いいね。これだね。あ、いいね。あと、どうかな。それ好きだな。それ好きだな。どう、それ好きだな、俺。とか、そういうのダメかな。僕もダメかな。まあだから、軽くさ、軽く独り言のようにさ、あ、今だから僕のダメだね。独り言みたいにね、あ、いいね。違うか。それ好きだな。一人ごとをつぶやいてるように言うっていうのでどうなんだろうな。難しいね。褒めたりするのね。そういうことは、でもね、ちゃんとこう、褒めてあげるっていう気持ちは大事だよ。よくね、ほったらかしっていうのが一番いけないんだが、夫も妻もね、ほったらかしダメ。よく関わり合ってね、よくいろんな変化をね、こう見といてあげて、言ってあげるっていうのはね、とても大事なことだと思います。それから、中野区の古立さん。私は定年後あまり外に出かける機会は減りましたが、夏になるとビアガーデンには行きたくなります。ビアガーデンっていうところはね、僕もビールがすっごい好きだった時代に、もう僕の場合ね、バーボンだった時代とか、ブランデーだった時代とかいろいろあるんですが、ビアガーデン、ビールだった時代っていうのが今あって、今あんまりビールもそんな飲みませんけどもね、僕もビアガーデン好きですね、ああいう雰囲気がね。昔のビアホールやビアガーデンはミュージシャンの演奏を聞きながらね、ハワイアの演奏とかやってるのがあったりして、うまいビールが飲めたので最高でした。拓郎さんはビアガーデンで営業したり演奏したことがありますか？ビアガーデンでね、演奏してたんですよ。アマチュアの頃、アマチュアって広島のね、ロックバンドの頃にね、広島の朝日会館っていうね、八丁堀っていうところにある朝日会館っていうビルがあるんですが、映画館があって、そこの屋上がビアガーデンになっててね、そこに僕たち当時ね、ザ・ダウンタウンズのもの前、前のバンドでね、ザ・バチェラーズっていうバンドを組んでたんです。その頃僕はドラムだったんですけどもね、ドラムでザ・バチェラーズっていうバンドで、ビアガーデンで演奏してたんですよ、アルバイトとしてね。ただ、ある日ね、そこのビアガーデンの、店長さんがね、お前ら音がでかすぎ、音が大きすぎるぞって言って、だよね、僕たちロックやってますから、音これぐらいないとって言ったら、音がでかすぎるんだって、電源切られちゃってね。電源を切られたロックバンドほど情けないものはないっていうね。本当に、ドラムだけで歌ってるんだから。エレキギター、エレキベースとか音聞こえなくなって。ボーカルの人の声もマイクが電源切れてるから、切れちゃって、ドラムは生だから、ドラムの音だけで、わーとか言って歌ってる感じで、音楽じゃないんだけど、そういうことがあってね、そういうとこ出てたんですよ。で、そこの出演料がね、当時のお金でね、一晩多分ね、1000円か2000円くらいだったんだね、当時、出演料が。ほいでね、1日のその演奏が終わって、でもなんかよく働いたんだし、ビール一杯ずつぐらい飲もうかみんなでやってバンド4人か5人でね、ビアガーデンでそこでビールをね、中ジョッキぐらいをね、一杯ずつみんなが飲むとね、もうギャラが全部すっ飛んでいくんですよ。ほいで、そのまま帰りはね、とぼとぼで、歩きながら自宅へ帰ったという、情けないロックバンドだった、すげえなね、時代がありましたよ。それから、タクローさんは宅配便の人に、間違ってごちそうさまでしたと言ったそうですがって、あ、言いましたね、そういう話。レモンのイレモンっていう愛媛県の方からのメールです。レモンのイレモン。宅配便の人にごちそう、宅急便の人がね、どうもありがとうございましたって言うから、どうもごちそうさまでしたって言っちゃったんですけどね。私は事務所から出かけるときに、行ってきますって言うつもりが、いただきますと言ったことがありますね。こういうことはあるんだね、みんなね。ついね、これがね、またね、また聞いてくれる？またあったんだよ。
昨日、一昨日だったかね、あのね、よく花を買うね、うちで花を買ったら花屋さんがね、七夕なのでって言うんで、小さなガラスの器にね、竹っていうか笹っていうか、小さな笹の葉をこう刺したね、花屋さんからの贈り物をね、これお店からの贈り物ですって言って持ってきてくれたんですよ。七夕のあれで。で、可愛いんです。で、お届けてくれたんです。で、もう僕もね、いやー、ありがとうございます。もう気を使ってもらって、恐縮ですって言って受け取ってですね、そこで花屋さんがね、こう一枚紙切れを出したんですよ。なんかね、なんか紙切れを持って。それ多分、なんかその花の水のやり方とか書いてあるんだと思うんですが。僕そこでね、また例によって早とちりの宅郎が出てきてね、宅急便とか宅配便の受け取りに、ハンコを押す癖があるんです。ね。ああいう紙を出されると、ハンコを押す習慣が俺にはついてるわけよ。それで、その習慣がついついあったもんですから、僕はその紙切れにハンコを押そうとしたんですよ。ね。そしたら、花屋さんが、あ、ハンコいりません。これ贈り物ですからハンコいりませんっておっしゃったんです。そしたら僕はですね、あ、そうですかって言いながらハンコを押したんですけどね、これ。意味がわからないんですが、僕の行動がね。で、その紙にハンコを押したんですが、その紙を花屋さんは別に持っていかないんですよね。いらないんだからさ。その紙っていうのはお水のやり方とかそういうこと書いてある花だ紙だから、ハンコいらないよね。で、贈り物を持ってきたんだからハンコいらないん で、花屋さん書いちゃったんだけど、僕はその紙切れにハンコを押して、で、こう紙切れ持ったまま呆然と立ってるっていうね、玄関に。なんか、どうしてこういう、なんていうの?こういうバカな間違いっていうかね、おっちょこちょい、なんだろうかな。皆さんね、こういうおっちょこちょいな話があったら、メール、はがきください。吉田拓郎、ラジオでないと。今週のベストテイク。今週のベストテイクは、95年のアルバム、ロングタイムノーシーに入っている、マスターの独り言という曲を取り上げます。六本木のですね、昔行きつけのバーのマスター、という方がいらっしゃったんですが、そこの方を思い浮かべて、詩を書いたんですけど、ピアノが置いてある小さなバーでですね、元横綱の千代の富士さんとかと何度か深夜にですね、お会いすることがある。そういうなんかもう、いわゆる隠れ場的なね、普通の人はあんまり入ってこない地下にあったバーなんですが、僕は何度かそのマスターにですね、マスターの人はピアノが上手い人なんですけども、このここの店のマスターに、僕大好きだったムーンリバーとかですね、その夏の日の恋とかですね、ああいう曲をですね、リクエストして、マスターちょっと今日ムーンリバー弾いてよ、なんて言って、こうお酒飲みながらね、聴いたりするのが好きだったんですけどもね、すごく、なんかちょっと薄暗い感じで、まあお客さんも5、6人入れば、まあいっぱいという感じで、そうだったね。千代の富士さんと何度か会って、あ、千代の富士さんで、ね、それでその時に相撲のチケットもらったのかな。そのバーのマスター、独身も結構年は、この頃でも50代ぐらいだったのか40代、50代。一人者だったと思うんですけども、なかなかこう人生観の豊かな人でですね、僕も時にはやっぱ酔っ払った勢いでね、愚痴を聞いてもらったりしていた思い出があるんですが、このレコーディングはですね、今度発売になる From T にもライナーノーツをたくさん書いてますが、このライナーノーツ皆さん楽しんでくださいね。ライナーノーツにもたくさん書いてありますが、この、番組でもですね、話していたことがあったと思うんですが、僕は詩を書くときにですね、妄想っていう言葉が当てはまるかどうか、妄想だと思うんですけども、頭の中でこういろんなこう、ことをこう勝手にね、ストーリーとして描く、そういうことがこうすごい、子供の頃からそういうことが好きな、男の子だったんですね。だから、まあ、体が弱くて、学校は休むことが多くて、家にいることが多かったんで、
だから母親から、とにかく、あ、これ以上話しちゃいかんな。これライナーノーズにいろいろ書いてあるんだよ。もうダメだよ、拓郎さん。はい。だから、とにかく、そういう、架空の話なんだけど、このマスターがこういう人だったら、かっこよくていいな、っていうふうに思いながら、このマスターを思い出しながら書いた曲なんですが、このコーラス、後ろでですね、悪くない、後ろでこう追っかけてるんですが、コーラスが。この追っかけのコーラスを、今度発売になるアルバムに書いてある、ライナーノーツに、いろいろどうやってやったかっていうことが書いてありますんで。変な番組。だからここでは話せませんってか？なんだかよくわかんないけど。だからそういう、ちょっと、一人で僕がコーラスをやってるんですが、その一人でやってるコーラスには秘密があるっていうことを、ライナーの図で読んでください。それでは、吉田拓郎、マスターの一人ごと。普通はないけれど
吉田拓郎です。一人で喋ってます。日本放送吉田拓郎ラジオでないと。今週のマイフェイバリットソング、今週のあのマイフェイバリットソングはですね、僕のあの iPod にも入っている曲で、まあまあほとんど毎晩今でも聴いてるんですが、We Are The World ね、もう誰でも知ってる大ヒット曲というか、あの有名な曲ですけども、アフリカエチオピアの大飢饉で苦しむ人々を救おうというわけで、アメリカのスター歌手ビッグネームの45人が参加してレコーディングしたチャリティーソングなわけですが、これはもともとはイギリスで、歌手のボブ・ゲルドフがですね、エチオピアの人々に寄付を送ろうっていうんで、ミュージシャンに呼びかけて、イギリスのミュージシャンたちに呼びかけて、でフィリ・コルディンズとかね、スティングとかが集まって、イギリスの人気歌手が集結して、300万枚ぐらい売り上げて、その利益を全て寄付したっていう話をアメリカでですね、触発されて、ハリー・ベラフォンテ、デーよ、いででーよってバナナボートソングの、ハリー・ベラフォンテが、アメリカのアーティストとしても、このまま黙ってられない、何かすべきだっていうんで、アメリカのアーティストたちに声をかけて、同時に作られたビデオ映像ではですね、ボブ・ディランのリハーサル風景、前にもちょっと話しましたね、リハーサル風景、スティービー・ワンダーとボブ・ディラン、スティービー・ワンダーにボブ・ディランが教わってるっていう自分の歌い方を、そんな話、あんなの初めて見てびっくりしましたけどもね、この参加したたくさんのスターシンガーたちの中でも、僕はブルース・スプリングスティーンとですね、それからボーカリストとしてはね、シンディ・ローパーがね、とてもシンディ・ローパーがこうシャウトしていい感じで歌ってるなって、魅力的だったなと思ってたんですが、まあ考えても見てください。とにかくですね、マイケル・ジャクソン、ボブ・ディランとポール・サイモン、ブルース・スプリングスティーンに、ビリー・ジョエルに、ダイアナ・ロスに、スティービー・ワンダーに、レイ・チャールズ、もうその他って言っちゃ失礼、もう名前言ってもキリがないんですけども、こういう人が一堂に会してレコーディングするなんてありえないでしょうね。これはもうまさにアメリカのいわゆるエンターテインメントの底力を感じるイベントだったと思うんですが、このレコーディングは確か夜の10時頃から始まって、夜中中やって、終わったのが朝の8時頃だったらしいって、もう途中でそのいろんなことが、事件があったらしいっていうのをテレビでやってましたね。ご覧になった方もあると思いますけど、最近ね NHK でやってましたが、カントリー、あるカントリーシンガー、アメリカのカントリーシンガーがですね、スティービー・ワンダーが出したアイデアがね、ちょっとスワヒリ語で、アフリカ語でなんかちょっとこう入れたいっていうアイデアを出したらしいんですが、それにそのアメリカのこのあるカントリーシンガーが猛反対してね、冗談じゃない、俺はカントリーシンガーなんだ、そんなことやれるかって言って怒って帰っちゃったりとかですね、そういうことがあったな、全然知りませんでしたが、そういうドキュメンタリーやってました。それから
最も大きなそのテーマだったプリンスがですね、マイケル・ジャクソンと夢の共演をするかもしれないということがあって、あのプリンスがマイケル・ジャクソンと一緒に歌うのか本当にっていうことを、一緒のこのマイクに並ぶことがあるのかっていうことがあったんですが、実はプリンスは来なかった。でドタキャンするんですけども、この理由はね、後にはあのマイケル・ジャクソンとの確執とかいろんなことが噂されてるんだけど、本当はこのシーラー・イーっていうパーカッショニスト、女性のね、あの美人の、彼女は、シーラー・イーは当時プリンスの恋人だったらしいんですが、シーラー・イーはスタジオに呼ばれてて来てたんですが、シーラー・イー、ソロで歌うパートの人と、からコーラスで、あーとか、ウィアーザワールドとかいう歌うところと分けられてたんですが、ソロの部分をシーラー・イーにも歌わせるからって現場では言われたんだけど、なかなかシーラー・イーにその順番が回ってこない。で、シーラー・イーにプロデューサーが、お前よ、ちょっとプリンスに電話してくんねえかって言って、で、なんて言えばいいのとか言ったら、プリンス来てくれよ、こっちすごいいい雰囲気だぜっていう話をしてくれっていう。で、シーラー・イーに何度もそういう電話をさせるんだけど、プリンスは電話の向こうで、シーラー・イーに、おい、シーラー・イー、お前もう歌ったか、ソロで歌ったかって言うと、私はまだ順番待ってんのよとか言ったら、お前がもし、ソロで歌ったって言うんだったら、俺はこれから行って歌うぞって。で、お前がもし歌わないんだったら俺行かないって言って、プリンスは電話を切る。何度も夜中中、シーラー・イーは電話するんだけど、プリンスは、お前歌ったか。で、シーラー・イーはまだ歌ってない。で、シーラー・イーを歌わせる気は、プロデューサーにはなかったらしいんだ。なのに、だから、シーラー・イーを、ちょっと、騙してって言ったら語弊があるけど、して、まあ、プリンスに来てほしいがために、シーラー・イーをそこに呼んでたらしい。だから、うーとかあーとかいう分にはいるんだけど、ソロを歌わせるにはちょっと、シーラー・イーはまだ若すぎるっていうか、新人すぎるっていうことで、そう、結局シーラー・イーもなんか途中で、もうなんかバカ臭いっていう感じで飽きちゃって、帰っちゃって。で、プリンスは結局、そのシーラー・イーを利用して、俺を呼ぼうとしてるという、その態度が気に入らんつんで、来なかった。こういう事件があって、それで、プリンスが歌い出だったところは、ヒューイ・ルイスが歌ってるんですよ。あ、これを僕知らなかったです。こういうのを、この間、ドキュメンタリーやってて、びっくりして、そんなことがあったんだ。だけど、もし考えてください。プリンスとマイケル・ジャクソンが共演したら、これはもう大変なことだった。それでなくても大変な人が集まってるのに、そこにプリンスが入ったらどうなってたんだっていう、何が起こるかわからない。まあ、こんだけのスーパースターが一堂に会すると、何かが起こるのはね、当たり前だっていう感じもしないでもないんですけどもね。そういうエピソードがあったらしいですが、僕はね、例の iPod なのにこの曲も We Are The World を入れて今でも聴きながら、やっぱ音楽の持つ力、エナジー、夢、そしてこの実直な願いね、エチオピアの危機に対してみんなが一生懸命考えたというその実直なミュージシャンたちの姿、そういうものに、感動を新たにしながら聞いております。 We are the world。We are the children.
so we all must lend a helping hand. We are the world, we are the children, we are the one to make a brighter day, so let's start giving.吉田拓郎ラジオでないと。この時間はブルボン損保ケアがお送りしました。さてお聞きの日本放送吉田拓郎ラジオでないと、来週は2018 FIFA ワールドカップ決勝戦実況中継のため番組をお休みさせていただきます。
皆さんからのメッセージをですね、お持ちとおりますが、私の好きな歌謡曲、これたくさん集まってまして、とても、面白く展開しそうです。皆さんの歌謡曲の趣味、とてもよろしくない趣味とかとても良い趣味とか、まあこれはまあよろしくないのもとても楽しいから書けます。いろいろなやっぱりね、人間それは好き嫌いですから、いろいろあります。皆さんの好きな歌謡曲のリクエストお待ちしております。それから皆さんが、大好きだ、今でも忘れられないっていう映画、皆さんのベスト映画、それから私のおっちょこちょいと題しましてですね、僕はこのところ話しております、このなんて言うんだろうな、普段の習慣からすぐついおっちょこちょいやってしまうという、慌ててしまってね、言い間違いをしてしまうとかですね、まあ、あっちへ行くつもりがこっちへ曲がってしまった道を間違ったりとかですね、それから約束してるね、誰かと場所へ全然勘違いして違うとこ行ってしまったとか、そういうおっちょこちょい、お待ちしております。メールアドレスは ty@1242.com、 はがきは郵便番号 100-8439、 日本放送吉田拓郎ラジオでないとの係です。吉田拓郎でした。